龍が兼六園のあの夜桜の桜吹雪にこう力をもらってそして夜空を、まあ、要はそれぞれの人生をこう力強く駆け巡るとチャレンジしていくと、まあ、そんなイメージを最初に自分の中でこうビジュアライズしてそしてこう描いていったんですけれども。 圧倒的な歌唱力で人気の高い龍玄俊さんですが画家としても活動の場を広げ去年10月には金沢21世紀美術館で個展を開きました金箔を使って金沢らしさを表現した金龍が公開され訪れた人たちを魅了しました昨日から県立音楽堂で始まった 運命流言都市エキシビション音の世界を描くと題した絵画展。金流をはじめ最新作や未公開の作品など流言都市さんが描いたおよそ40点が展示されています。こちらは最新作の千流です。前回の金沢21世紀美術館の、えー、展覧会展覧会が終わって からまあ自分の中で次の,その、まあ、新たなその描画コンセプトどうやってこれからやっていこうということをもう一度改めて考え直して何か初心に戻る気持ちでもう一回始めたいなっていうふうに思いました。金沢の武家文化 武士の着替えも含めて表現したいと初めてベースに白を選びまた「一からのスタートだ」という意味を込めて最後に「一」の文字を入れました「戦う」っていうイメージをコンセプトにして、まあ、タイトルも「川柳」と名付けたんですけれども、えー、戦う竜としてこう這いつくばってでもまた。 歩幅前進してでもですね、前へ進んでいくんだというような思いから描いたのがこの作品です龍玄俊さんの作品は自分の中に湧き上がってくる音を視覚化するという独自のスタイルで作り上げますそれぞれの絵に元となる楽曲があり曲を流したり自分で歌ったりしながら 楽曲の中にある歌声や旋律。音の向こうにどんな色やメッセージがあるかを探り続け。絵画を制作していきます。絵を描いていくことっていうのが自分のこう歌を表現するっていうことにもすごく影響をして。よりこう深められた深まっていったな。それは。こう歌を表現するという上でもまた絵を表現するという上でも。すごく大切な自分の核になっている。 だなというふうに思います金沢は創作活動の一つの拠点でもあります金沢の風景をモチーフにした小作品も展示されましたまた北海道の大雪山を訪ね夕暮れの瞬間一面が群青に染まる瞬間を捉えた作品です 自分の命が暮れていく瞬間でも自分色に自分の人生を染めて、まあ、悔いなく生きたいなそんな思いをこの「群青の夕暮れ」という歌にも込めましたしまたこの絵にも込めて書き上げました湧き上がる心模様を描きながら大雪山の山並みも この中に描き切りたいとある工夫をしました逆さから見たらその山並みが連なっているというそんな風にも見られるように描いたといいますコロナ禍の影響もあり絵画展は3日間すべて事前予約制となりました県立音楽堂では絵画展の模様を 今後、インターネットでも配信していく予定で訪れることができなかった人にも見てもらえる機会を作りたいとしています。